どうも、ゴルゴンです。お真夜中11時でございます。11時終わりです。お疲れ様でございました。結構汗かいてたっすね。ボロボロっす。ボロボロコンボロコンです。今日ね、まあまだ今彼道場の中にいて、外来てもらったじゃないですか。結構いろんなことやってるじゃないですか。もう副チュートチャンネル、 YouTube としてね、瓦割りやったりとか、素人と戦ったりとか、そう、殴られやったりとか、ちょっとしたドッキリやったりとか、いろいろあると思うんですけど、僕いつもカメラマンやってるでしょ。はい。なんかどうしても空手系が YouTube に出てくるんですよ。おお、あのおすすめ、あなたがおすすめみたいな、おすすめのね、ホーム画面に、そうそうそう、はいはいはい、で、これほんまかという動画が出てきて、何ですか、果たしてそれは副チュートはできるのかと。空手かあれちゃいます、え、クマと戦うとかやっちゃいます。いや、クマの眉間にね、ウィリー・ウィリアムスのそれは知らん。何ですか。これを持ってきました。コロナビール。コロナチョップで、チョップ、その瓶の上が切れて、あ、で飲めるみたいな、あのあれですね、こう置いてるやつ、そうそうそう、それ小山マスタス先生が、それ有名なんですか。超有名なんですか。あ、そう、じゃあそれを空手家の花みたいな感じでしょ。いや、無理やろ、ちょっと違う、これ、まあ、昔はビールやって、ビール瓶やけど、まあ、へぇ、ね、バキではこういってから、ここの腹を裏剣でくり抜くっていう、それあれでしょ、オロチドッポでしょ。そうそうそれ知ってる、それ知ってる。だからその YouTube が出てきて、あ、これやこれやと、もうあのコロナに飽き飽きしてるし、はい、コロナを飲み干してほしいなと。なんかもうほんまに何でもやるようになったね、チャンピオン。そう、もうチャンピオンはあのネタ欲してるからね。そう、だからあのネタ放り込んだろと。YouTube の練習終わり、ほらくつろいでるから、はいはいはい、行って、はい、振りはお願いします。振りますわ。はい、お願いします。はい、終わりました。よし、よし、寝疲れてんの。今日疲れましたね。え、疲れて、じゃあ今ちょうどドンマイ川さんのインスタライブです。え、ちょうどやってた。いや、今日ね、いつも YouTube の企画を欲してるやん。確かにね、もうネタないやん、ぶっちゃけ。はい、もうネタ切れで、先生が、はい、ネタを提供してくれるんですか。提供、はい、あ、もう撮ってるんすか。はい、もう撮ってるよ。はい、なんと、はい、これですわ。生き延び、コロナエクストラですわ。コロナは生き延び、はい、僕もコロナ見た時によう分からんかったんやけど、はい、YouTube でね、出てくると、これを置いた瓶をおじさんが行くと出てこんでしょ。大山マスタツ、大山マスタツが先生がやってるやつ出てくるんですよ。俺も出てくる。総裁やってます。総裁やってるやん。だから今日はフィルコンが今持ってるそのコロナビールの瓶をチョップというか吸いだっていうの、瓶切りやな、無理でしょ。で、でやって飲んでほしい。瓶切りからの裏剣で腹をパーってこう、いや無理でしょ。え、アホな、オロチドッポやってたよ。オロチドッポ式。え、なんで細工しといてくれないっすか。いやいやいや、細工とか無理。いや、ないよ、もう、そう、ノー細工で。これ絶対無理やろ。ほう、俺誕生日やで、今日。あ、おめでとうございます。コロナビールでこんなやってるね。やります。いやいや、やりません。いけんのかな。でも絶対あるよね、大山マスタツ先生。まあ、僕空手家なんで。そうしよう。日本最高峰の空手家、世界って言ってほしい。世界、はい、世界最高峰の空手家が、できないわけないよね。はい、はい、よし、ちょっと待って、行こう。え、じゃあこれ持ってくれるんですよね。いや、置いとくやん。え、無理やん。いや、置いといて、はい、こうやんね。いや、持ってないと物理的に無理じゃないですか。え、大山マスタス先生やってる。置いて、まあ、とりあえず一回置いてやりましょうか。置いて。はい、じゃあ準備ができました。はい、聞こえました。あれやろ、瓦割りもできるし、抜刀にもできるわけやろ。はい、何でもできます。瓶切りもできるやろ。できますよ。杉原館長、氷柱切りとかやったりやん。はい、あれと同じ要領やろ。要領やあれと要領。なんか自分がやんないときほんとに生き生きしてるね。絶対これ俺は無理やと思う。普通一貫回ってるよね。ほら、細工してないですからね。ただの仕掛けもないね。おお、ぽいぽい、ぽいぽい、ぽいぽい。これほんまに割れたら焼き肉怒ってくださいよ。焼肉いいよ。あんまり上行ったらこれギザギザあるから手切れるわ。じゃあ早速、行ってほしいんですけど、フルコンさん、あの掛け声をお願いします。え、掛け声せんといてないよ。ないの。静かな時やるんだよな。静かで、なんかその頭のところがなんかね、達人の雰囲気が出てるよね。ヤバゾないやろ。首都回し打ち。ちなみにどこで当てるの、瓶切りは。首都やかっこいい。青や。あ、でも結構主張硬いっすよ。おお、お前ね、なんか鍛えてるね。はい、空手家みたい。しばるぞ。じゃあ行きましょう。
集中して。チュッ。ああ切れたんちゃう。どう全然切れ、あシュー言うてる、え、どうしたクソ痛え、どうしたクソほど痛え、ちょっと待って、ちょっと切れてんちゃう、もちろんこっちやったんちゃう、しびれてる、え、もう一回やろう、ちなみにちょっと待って、どうなった、何もなってない、おー、なんかもや、もう泡がすごい、次ちょっと土台欲しいです、押さえてください、頭が痛い、え、ちゃんと押さえてください、ちょっと待って、言うけど主刀ビビってんねん、さっき痛すぎたから、もう、だって、いったー言ってるもんだよ、でもさ、これ土台がないから、うん、しゃあないでしょ、僕は、マスター先生みたいになれないですなるほど、でもこれで今度、力は逃げないね、でもそれは持ち手次第ですよ、自分はやれなかったら持ち手のせいってこと、おい、なんでやねん、え、いけんの、はい、ほんとに誰だと思ってますか、ゆうとめ、腹手がですおっす、骨折かよ、ほらめっちゃ上がらってるやん、上がらってるわちゃんとちょっと責任持って締めてもらっていいですかいや、こんなもん締まらないよな、結論は、はい、ビンギリ無理、ビンギリ、今の選手無理、大山摩擦はあのゴッドやったっていう、ゴッドハンド、いやね、もうちょっと無理やもん、どうやって、もう一回やる、無理やろ、またね、おもろいのがあったら持ってきますんで、打撲、ほんと痛いあの、コメント欄に割れる人いたらちょっとコメント、ああ、そうやね、確かに、はい、ビンギリの達人、ちょっと会いたい、でも会いたくないですか、マジで会いたい、達人、そんなやつ、おんねん、あの、これこのまま持ってこう、はい、フォローない、うん、じゃあ今日こんな感じで、はい、また、むちゃくちゃな企画できるかできないかのやつでお願いしますね、わかりました、できると思って、そう、できると思って持ってきてるから、 YouTube で上がってたやん、そう、まず、ちょっと期待外れや無理やじゃあ、お疲れ様でした、お疲れ様でした